岡間丹心様よりご挨拶をいただきます。岡間丹心様よろしくお願いします。お集まりの皆様こんにちは。そして、中山知事こんにちは。昨年の12月27日に、中山弘和沖縄県知事は、辺野古公有水面埋め立て承認という、英断をされました。中山県知事は、これは事務的な手続きであって、問題がなければ押すのが当然だということで、謙遜されてますけれど、僕はこれは中山知事ではなかったらやらなかったであろうと思います。申し遅れました。私は、琉球大学の3年生なのですが、琉大というとみんなオスプレイ反対なんでしょうと、基地反対なんでしょうと、あんまり、こういう良識のある方たちからは評判がよろしくありませんが、今日申し上げます。反基地反オスプレイの運動屋っていうのは極左暴力集団角丸派の運動家です。そして県外から来てる人間がほとんどで、県内出身の人間は2名です。たった2人です。それ以外の留大生はみんなバランスよくちゃんと考えています。抑止力は必要だけれど、昨日は普天間は危ないから解決しないといけないのかもしれないねとバランスよく考えている。まともな角丸派以外の留大生を代表してまいりました。琉球大学3年の岡間丹心と申します。よろしくお願いします。昨年12月27日に中山知事が英断をされて、それでうまくことが運ぶかと思いましたら、そうではありませんでした。こちらの県議会の方で、反オスプレイ反基地の、はっきり言いますけれど革新系の議員の先生たちからボロクソに叩かれて辞任要求まで突きつけられました。おかしいです。何様だからこんな寄ってたかって立派な決断をされた中山知事をいじめるんですか。正義のヒーローのつもりだと思いますけれど、私はですね、この寄ってたかって中山知事をいじめた革新系の先生方たちにむしろ辞任要求をですね一旦突きつけたいと思います。僕は別に個人的な恨みがあるわけでもないですし、あんまりいい話ではないですけれど、身内も周りもどっちかというと革新系がですね多いような、感じではありますけれど、勉強してやっぱりその今の、何でもかんでもオスプレイ反対基地反対おかしいんじゃないかと思います。私はですね、21年生きてまいりました。で、普天間の問題が問題といいますか、この普天間が危ないから移設しようか普天間を返還しようかという、日米での合意が ありがたくもなされたのは18年前でした。つまり私はこの普天間の問題とともに生きてきました。それで今までですね、やっぱテレビなどはこの反基地の人ばかりをこう贔屓して取り上げるもんですから、やっぱ基地を反対するのが正しいのかなと子供ながらに思っていたんですけれど、今思い起こしてみればですね、この18年間移設反対基地反対県外出ていけと言っていて、この普天間基地の問題は解決しましたか。全くしてないですよ。今回ですね、この中山弘和沖縄県知事がこういう水面埋め立ての判断をされたからこそですね、やっと今回この普天間の問題18年経ちましたけれど、解決の目処が立ってきました。私はですね、21年生きてきて、こういう沖縄がなんか閉塞感もあるし、なんか面白くないなという思いはですね、僕はもちろん僕も持ってましたけれど、今回沖縄は変わるんじゃないかなという感触をですね、こう21年間生きてきた中で初めて最近こういう感触を得てきています。今ですね、この基地は出ていけとか、県外、最低でも県外国外というような意見が言われていますけれど、むしろですね、今抑止力を高めないといけない時期です。もう早くですね、この何でもかんでも反対するんじゃなくて、
米軍基地もきちんとこう統合縮小抑止力を維持して、またこれは僕の願いなんですけれど、やっぱり憲法を改正してですね、自衛隊を国防軍にして、自分の国は自分で守れるようにしてですね、抑止力を強くして、もう中国がですね、もう二度とこんなバカな考えはしないように思いとどまらせるような力強いこの抑止力をですね、むしろ沖縄の人間が県外の、中央政府の方にですね、もっと抑止力を高めてくれと言っていくべきなんじゃないかなと僕は思います。で、まあ今初め、最近初めてこの沖縄が変わり始めているという感触を持っているというお話をしましたけれど、中山知事じゃなかったらですね、どうなっていたか本当にわからないと思います。マスコミ、ではですね、どっちかというと太田知事とかの方が英雄視されてますけど、僕は中山博一沖縄県知事こそが沖縄県が始まって以来のですね、もう偉大な県知事なんじゃないかなと思います。昭和47年の沖縄の祖国復帰、あれに匹敵するぐらいの大きなことなんじゃないかなと、今回の、移設埋め立て承認をですね、僕は考えています。で、今、まあ、安倍政権にあって、さっき琉球独立派の人たちは安倍政権をおろくそに叩いてましたけれど、あの人たちいつも言いますね、なんかアメリカの犬とかアメリカ従属とか言いますけれど、あ、おかしいんじゃないかと思いますね。僕は安倍政権こそがですよ、自分の国を自分で守れるようにしてくれるから、むしろアメリカ従属を脱してくれる真の新生保守の政権なんじゃないかなと思います。今回のこの移設埋め立て承認、中山知事の英断は、その安倍総理の戦後レジーム脱却という偉大な仕事をですね、この沖縄から支えているという、そういう意味があるんじゃない、あると考えてもですね、別に言い過ぎではないんじゃないかと思います。沖縄の、この普天間の辺野古移設で基地統合縮小、また、3500億円の振興のお金も、ありがたいことに沖縄にいただけます。これをですね、もっと 少ないからもっとよこせとか、そういうふうに言うから、ゆすりと高いの名人というふうにですね、言われてしまうんですよ。むしろこの基地という抑止力という大事な仕事を県で担っているから、ありがたくお金をいただきますと、そういう態度でいたらですね、沖縄は良くなるんじゃないかなと思います。沖縄のこの基地問題の解決、そして沖縄の発展、これとこの我が国の日本の戦後レジームの脱却というのは、僕は一緒にこう進んでいくものなんじゃないかなと思います。中山知事を引き続き応援していくことこそが、それを県民が支えることになるんじゃないかなと思います。私、ちょっと話、それたり長くなったりはしましたけれど、私の気持ちは一つです。中山博一沖縄県知事、ありがとうございます。以上でお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。